こんにちは、池ちゃんです。最近は家にいてもこれといってやることがないので、今日は浅草を観光がてら食べ歩きます。浅草食べ歩きの動画は前にも上げたことあるんですけど、もう消しちゃったんですよね。おそらくここがメインストリート。ぶら下げられるモケケ、多頭飼育されるぬいぐるみたち、ここにはたまにぬいぐるみを調達しに行きます。何食べようかな。テコテコというか、コロナの影響で外国人観光客がいないと浅草めちゃくちゃ空いてる。まずはやっぱりこちらの浅草メンチ、1個250円で買える幸せ。全く並ばずにゲットした。パクリ。普通に美味しい。でも前に来た時は初めて食べたからなのか、こんなに美味しいメンチカツあるんだって感動したものなのに、今だと普通の味。まあでも美味しいからいっか。もぐもぐ。割と頬袋大きめ。浅草に来たらやっぱり揚げまんじゅうは食べなきゃいけないと思うんですよ。謎の使命感。揚げまんじゅうを求めていざ購入。カスタード味1個200円。いただきます。パクリ。なんか練り込まれて断面つぶつぶしてる。普通に美味しいな。もぐ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 。観光とは言ってもお寺には興味がない。最近メンヘラることが多いのでくじでも引いておくか。てい。80番、じゃん、大吉。真面目に大吉なんて初めて引いたんだが。昇降下9点、極めて高き点を超え、さらにその上まで登るでしょう。努力をすることによって高い目標を次々と達成できることでしょう。めちゃくちゃいいじゃん。 YouTube 30万人。気分もぶち上がったところでもうちょっと歩きます。ちょっと裏道行こうかな。浅草いちご団子串、インスタグラマーが食べてそう。食品サンプルのお店、なかなか個性的なんですけど、私はこういうのをわりかし好きですね。でも今日のところはいらないので別のところに向かいます。にしてもシャッターが降りててやってないお店が多すぎるんだよな。テコ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 。芋羊羹ソフトクリーム、ちょっと重そうだけどこれでいいや。食べるとこもあって良心的だし。はい、こんな感じ。芋羊羹とペラペラのやつがソフトクリームにぶっ刺さってます。パクリ。かもなく不可もなく。私は普通のソフトクリームの方が好きかな。見て、スモールライトみたいになった。私はソフトクリームのコーンの部分があまり好きではないです。ちなみに私は1個500円くらいしてちょっと高いんですけど、コーンのところがラングドシャになったクレミアソフトっていうのがおすすめです。食べ終わりました。まあ浅草はこんな感じですね。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。